小高い丘の上にあるんだよね。今日ね、雨の予報だったんだけど、いやー、聞いてるよ。4社もある間ずっとお天気良くてよかった。あそこの人は誰だろう。なんだあの馬にまたがって弓矢引いてる人が。道がすごい、だから行けないんだけど、うん、どうなったの？誰だろうね。あ、行ける。ちょっと見てごらん。どちら様？諏訪大明神、金指森住さんっていうのかな。おお。武士ね。武士。まあ、武士ね。武士。ここにさ、枯れちゃってるけど、明神池もあったのか。これも多分温泉できたんじゃないの。へえ、ああ。雰囲気的に一緒だよね。一緒だね。温浴どうやったのかな。多分ね。最初もいい天気だね。いい天気だね。暑そう。あ、一人が行ってない。城に向かっております。めっちゃ城に着いたよ。めっちゃ城に着いた。高島城とりあえず行ってみましょうかね。普通に立派なお城、うん、あ、天守閣がこの角にあるのね。奥が公園になってるんだ。そう、行ってみましょう。後ろに打たれちゃった。あ、すごい。高島明夫、豊臣秀吉の家臣ですね。おう、姫の織部、住宅だけはやったことある。すごい気づかしい。1970年に復興させた。それで復興費。そう、廃藩置県で明治8年に解体されたということ。よし、じゃあ天守閣行っていくか。中は資料館だった。駐車場ここだ。あ、そうか。茶臼山。富士山見える。見えない。ここだ。本当裏から来た。そこが城門。見に行くか。あっち。
ジルの声聞こえるね。ここはあれか、縄文。ここ縄文か。うん。サギの宮か。あ、サギがおじゃる。お金がたまりそうな。ほら、見て見て。お、いる。サギの宮。サギの宮。竹網溝のところに駐車場諏訪湖柑橘先生が観光し終わった途端に暗雲立ち込めてきました。向こうは多分雨だね。これナヤガラ、うん、はあ、すっげえこれ、これはすごい。スターマイン。何それ。諏訪姫の水。そっち何、そうソフトクリーム、信州林のソフトクリーム。でこれは間欠泉温泉玉。おお、すごい。燃えとる。急にブシュッてやられれば、あ、竹や味噌の工場さん。竹や味噌、竹や味噌会館に行ってまいりました。売店でお味噌いっぱい買って、お味噌たんまり。らしいじゃん。久しぶりの和室。ああ、いいね。なんかほら、お茶菓子、うん、種なし梅とおまんじゅう。いいじゃん。ちょっとなんか和室久々だけどいいね。おまんじゅうにも詐欺のプリントが。ん、お、ここにもどうだ。ホテルに着いた途端超土砂降り。いや、よかったね。ほんと観光すべてできたよ。アイスディスペンサー。安野さんの指揮。
すごいね。足湯の森。足湯、そして奥に鷺の置物。すごい雨だね。やば。うん。はい、じゃあ温泉に入ってきましょう。ほいでは行ってきます。ご飯だよ。今日のご飯は何でしょうね。ね。どこでしょう。どこでしょう。あ、これさっきのあれね。あ、さっきのところ。おお。詐欺かな。さやな。はい、はい。よいしょ。こちらでは。はい。こちらでございます。ほい、ほい。ほい、ほい。すごい滝。
乾杯。ヨーグルト風です。ヨーグルト風だった、日本酒の桜に作り多分見た感じこの名物さっさい苦味からうめ、優しい、これが美味しいね。プリンプリンしてる。プリンじゃないよ。プリンプリンしてる。そう、そうこうしてるうちにグツグツ言い始めて。もういいじゃん。最後はパパイヤのプリン、チビです。おいしい？おいしい。お香のいい香りがする。すごい。お香の香りが。この庭素晴らしいよね。まあこれは和室ね。なんかやべえ、なんかドキドキしたんじゃない。そして30分後花火が上がるかな。でも雨だな。まだ雨が降ってるからやんないかな。今のはかな。大雨の中、花火が上がってます。
すごいね。目の前じゃん。どうしよう。雷と。雷になる。わ、すごい。いや、諏訪の花火職人すごい。この大雨と雷の中で結構する。根性ある。素晴らしかった。素晴らしかった。うん、あ、来た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 、まだあったよ。まだあった。終わったと思館から見て泊まったのこの部屋に。
花火多分あそこでやったんじゃないの、うん、あのなんだろうなこの道具はね片倉さん、太陽もほんのり顔を出してきました。まあゆっくり帰りましょうかね。